マリナーはフォードが製造、マーキュリーブランドで販売していた自動車である。フォードエスケープ及びマツダトリビュートの姉妹車であるが、それらよりも、やや上級の車種に位置づけられる。マーキュリーブランドでは、初の乗用車ベースの SUV となり、また同ブランド最小の車種でもある。生産は、エスケープやトリビュートと共にカンザス式工場にて、行われた。 2003年のニューヨーク国際オートショーでデビューし、翌年から2005年モデルとして発売開始。メカニズムなどはエスケープと基本的に変わらず、エンジンは時期42.3リットルと V63.0 リットルの2種類。ただし、トランスミッションは4足 AT のみで、MT の設定はない。また、エスケープに導入されていたハイブリッド仕様は2006年モデルで追加された。 こちらの仕様もエスケープと同じである。2007年から2008年モデルとして発売を開始。プラットフォームは仙台からのキャリーオーバーである。パワートレーンも当初は仙台と同じであったが、2009年モデルでは従来の2.3リットルに代わって2.5リットルエンジンが用意され、トランスミッションも6速 AT に換装された。 2010年10月3日に生産を終了。これは一般販売向けとしては最後のマーキュリー社となった。ありがとうございます。